目、2杯目、3杯目。懐かしいわ、なんかこのもみもみする感覚が。ダメだ。こんなもんかな。うん、ピュアだな。色粉を周りにつけていきたいと思います。あの、皆さん一回一回手は洗うなり拭くなりして、前の色が残ってない状態で丸めてじゃないわ、粉つけてくださいね。青と、あ、黄色の手で触ってしまった。やってしまったわ。左右に軽く転がします。これを5分間ぐらい。トマトですね。もう本当にトマトみたいになりました。きびだんごかな、これは。食べれそうですね。美味しそう。ようやく手でこね終わりました。それでは完成品を。